今日は丹南街角コンサート実行委員長の木戸俊二さんとお話をさせていただきます。木戸さんというより俊ちゃん言った久しぶり大変やったねこれ。あの実同い年でね、私の方が1ヶ月ほどお兄さん、とにかく同級生でね、もう本当にもう長いことね一緒にやってるというかね、一緒にもよく飲んだ し, 飲んだし、ね、そんな思い出がいっぱいあるんですけど、もう実行委員長としてねやっていただいて嬉しいです。ありがとうございます。こんなに昔からの友達にねやっていただいて嬉しいです。まあ罠にはまったと言われる方が正解かもしれないなんかあの音楽の仕事もしてたから、そうそうやね、ね、うん、あの楽器店のねあの営業マンでやったからね。16年間かな。そうね、それもあってなんかすごい音楽やってるってい う, こうイメージが私はあってね。で高校の時とかは音楽は全くやってなかった。何やってたんだから。陸上部と少林寺拳法部と、うん、あと写真部と新聞部かな。あ、そんなやつなんか掛け持ちで音楽関係なかったな。全く関係ない。そう、楽器屋さんに勤めてるいうことでね、なんか音楽に関わりがあったいうことだね。産経ホールで出会ってね。あ、そうやったか。そうそうそういやいや、今日はあの街角コンサートの話やから、そのあのこれの話はもう置いといてね、うん、どうですか丹南の街角コンサート、思い出の会場というと。25回になるといっぱいあるんやけども、うん、はい、やっぱりナンバーワンは最初の西尾亭、西尾亭の酒蔵、うん、はい、この西尾さんというのは西尾貞子さんやったね。そしてその関係のもうずっと遡った、それこそシューベルトと同じ時期に西尾武良さんっていう俳句の方、はあ、そのご実家なんですか。ご実家ですね。うわ、がもともと酒造り。ああ、そう。